チャールズタウンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の南部ワシントン郡の南部海岸の町である。2010年の国勢調査では人口7827人だった。州内39市町のうち人口では少ない方から8番目である。チャールズタウンはイングランド国王チャールズ2世にちなんで命名され、1738年に町として法人化された。 当初は西にあるウェスタリー町の一部だった。町となった後の1747年に分割され、ポーカタック川より北にある部分は、リッチモンド町となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は59.3平方マイルであり、このうち陸地36.8平方マイル。 水域は22.5平方マイルで、水域率は37.86%である。チャールズタウンの西はウェスタリーに、北はリッチモンドに、北西はホップキントン、東はサウスキングスタウンの各町に接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。チャールズタウン庁政府は5人の委員による調整委員会が指導している。委員会は 議長が主催している。教育管理のために隣接するリッチモンド及びホプキントン町と共にチャリホ地域教育学区のメンバーになっている。チャールズタウンにはナラガンセット族インディアンの本部があり、その保留地がある。元チャールズタウン海軍航空補助基地だったところが現在ニニグレット公園としてチャールズタウン町内にある。現在は小さなビーチフロント、自転車トラック、 スポーツ場、テニスコートなどのある、レクリエーションスポーツの会場として、極めて人気がある。これらの面とともに、フロスティドルー自然センターと天文台もある。ニニグレット公園は、チャールズタウンシーフード祭、ビッグアップルサーカス、リズムルーツ音楽祭など、チャールズタウン町内で開催される大型行事の大半にも使われている。チャールズタウンには、いくつかビーチがあり、 ロードアイランド州でも最良に保たれている秘密と表現されることが多い。隔絶され損なわれておらず、砂の多いビーチは観光客に多くのアウトドア活動を楽しむ機会を提供し、あるいは日光の下でリラックスできる時間を提供している。これらビーチのいくらかはブルーシャッターズ朝栄ビーチやチャールズタウン朝栄ビーチなど町が運営する地域と、 イーストビーチシュエ営ビーチやチャールズタウンビーチウェイシュエ営ビーチなど州が運営する地域がある。バーリンゲーム州立公園とキャンプ場はその全体がチャールズタウンの町内にある。キャンプ場は広さ3100エーカーの岩のある森であり、ウォッチーグ池を囲んでいる。この公園での活動として755箇所のキャンプ場、釣り、水泳、ピクニック、ボート乗り、 ハイキングがある。ポーカタック側に接するバックアイブルック道路の北では主に狩猟に使われている。チャールズタウン商工会議所が毎年8月の第1週末にシーフードとロブスターの祭りを開催している。地元企業が様々なシーフードの屋台を出。シーフード祭は1988年、1996年、2008年にアメリカツアーバス協会から アメリカの行事百欠の一つに選ばれてきた。1965年から北緯41度22分、整形71度40分、北緯41.367度整形71.667度、41.367-71.667から探査ロケットが打ち上げられてきた。最大のものは日食を観測するために1965年5月30日に、 行われたものだった。ありがとうございます。